すごいね。見上げる。下に岩なんだよ。ね。崖の中に立ってます。こんな崖の先もあります。こんなところ。こういうのたまに。たくさん種類あるんですけど、鳥。はい、やってきたのは勝浦担々麺の江沢さんです。マロン君、マロンも乗ってます。こんにちは。こんにちは。今回は千葉神奈川方面に車中泊していきたいと思います、はい、今年の目標として北海道旅行を計画しています。今まで車中泊旅は2泊3日までしかしたことがないので、今回は3泊4日に挑戦したいと思います。マロンに長期旅行に慣れてもらうのと、日程が増えることでどんな問題があるのか検証していきたいと思います。1泊増えるだけなんだけど、やっぱりあの荷物はもう積み終わってるんですが増えてます。はい、ちょっと雑然としていますが、上に乗ってる荷物は助手席に移動したり棚の上に移動したりすれば寝られる状態になってます。そうじゃない荷物はとりあえず下に入りました。はい、まずは高速道路を使って千葉方面に向かいたいと思います。途中休憩を挟みながらゆっくり行きたいと思います。はい、出発。ガソリン満タンにしてきます。最後にもう一回満タンにして燃費を測りたいと思います。道の駅玉造りにやってきました。どうしても手に入れたいものはここであったので寄り道です。ここは霞ヶ浦のほとりにあって、霞ヶ浦がよく見えます。今日のお目当て、鯉の浜に。たくさん種類あるんですけど、とりあえず卵が入ったやつを買ってってみたいと思います。ゲット。はい、鯉のお刺身ですよ。珍しいね。珍しい。なかなか食べられないね。だよね。うん。ナマズも売ってます。はい、今晩のおかずをゲットしたので、この後は笠森観音の方に向かいたいと思います。はい。笠森寺、はい、通称は笠森観音、うん、マロンはバックイン。歩いても行けると思うんだけど。そうだね。はい、はい、階段。パパは4キロ近くのマロンを背負っての階段です。くぐるらしい。本当だね。クスノキ。クスノキ。笠森観音到着。岩の上に立つ観音堂。すごい。すごいね。見上げる。下に岩があるんだよ。ね。すごいよね。岩の上に立ってます。すごい。
はい、いってらっしゃい。行ってきます。パパは高所恐怖症なのでママが代表して上がってきます。もちろんペットも上がれません。行ってきます。はい、笠森観音でした。はい、次は小湊鉄道の養老渓谷駅に行きたいと思います。はい、養老渓谷駅近くの菜の花畑に来てみたんですけど、以前よりちょっと背丈が低い感じですね。ちょっと計算違いでした。以前の様子はこちらをどうぞ。いや、ちょっと残念だね。残念だね、この様子は。前はなんかすっごかったんだよね。うん、だからまた来たいなって今回選んだんだけど、ちょっと何でしょう、コロナの関係でわざと規模を縮小したのか。人集まってたもんね、前来た時もね。うん、そうそうかもしれないね。で、ここ3年目でしょ。うん、ちょっと残念だったな。ここ絶景ポイントだったんですけどね。足湯があったのでいただいていきます。カップがこれなの。ああ、昔のパチンね。パチン、うお。で、ここが足湯。あ、滑るよ。なんかな、沸かしてんのかも今ここ。違う、あ、そう、なんか音がする。どうでしょう、沸かしてんの。ちょっと伸びかな。ほら、ボイラーの音がする。沸かしてオッケーね。前後はいいんじゃないですか。はい、乾杯。お疲れ。うまっ。うん、おいしい。はい、いただきます。いただきます。食べて、こい、食べてみる。私、卵から。こんな感じ。うん、
ね、うん、うまい。骨まで食べられるという鯉の甘煮も売ってたのね、うん、で今我々食べようと思ったらやっぱり骨は食べられなくて結構あるので、うん、お値段は約倍近くしたと思うんだけども、うん、そっちの方が食べやすいし骨も食べられるから、あの私たちカルシウムを取るにはいいかもしれないですね。うん、いや美味しいんだけど、ね、なかなか食べられないしスーパーにも売ってないし、ね、骨ちょっとね食べにくかったけど、うん、しゃぶりつくようにして食べちゃった、うん、この味付けがうまいのかな、なんだろう、道の駅玉造り、ぜひあの霞ヶ浦方面にお出かけの場合は寄ってみてください、うん、絶対おすすめです。ナマズもあったよね。ナマズもあったね、うん、ね、じゃあこの後はテレビを見てゆっくりします。はい、おやすみなさーい。これを見に来ました。でも今日は曇ってるから多分こうはならない。今はこの上から撮るみたいですね。こんな感じ。はい、今亀岩の洞窟の近くの道の駅にいます。これからどうしても行きたいお店があるので勝浦の方面に向かいます。はい、ここから1時間ぐらいです。楽しみ。はい、はい、やってきたのは勝浦担々麺の江沢さんです。やっと来れたね。3度目の正直です。はい、やっと食べられます。楽しみ。での対策をしてきました。はい、とにかく遅れないように、うん、開店よりだいぶ前に到着、はい、あと月曜日定休日なの分かっていて、うん、はい、前回それで入れなかったので、うん、月曜日を逃すように、この旅行行程を組みました。はい、もうここはメインです、私たちの今回の旅行の。はい、行ってきます。楽しみ。うん、大丈夫、名前を吠えてるし。はい、一番左のお座敷でお願いします。今橋さん、今橋さん、簡単に引っ張担々麺と、こちらが上担々麺、ひき肉が入ってますね。いただきます。結構辛い。これ中辛大辛ってどうなっちゃうの。美味しいです。麺は細麺だね。うん、見せるぜ、うん、全然お肉がないわけじゃないんだ。No. うん、ちょっと、うん、肉でちょっと味変わってない？
うん、ね、うん、結構辛いです。うん、旨味もあるから美味しい。うん、美味しいね。うん、勝浦担々麺3軒目だけどどこもやっぱ違うね。うん、違うね。それぞれに個性があります。辛いからさ、うん、一口も少ないじゃん。あ、はいはいはい。何回もやるからなんか多い感じもしちゃう。うんうんうん、ごちそうさまでした。美味しかった。はい、勝浦担々麺の江澤さんでした。美味しかった。美味しかったね。はい、念願の担々麺食べられました。うん、結構辛かったけど、辛かったね、刺激的だけど、うん、なんか味が奥深いから、うん、美味しかった。美味しかった。はい、じゃあこれから、つるんつるん温泉の方に向かいたいと思います。はい、行きます。はい、現在12時です。はい。1時半から清掃、まだ間に合います。はい、はい、入ってきました。いや、つるんつるんだったね、本当に。本当につるつる、つるんつるんだね。つるんつるんです、この名前の通り。うん、色が、うん、あ、そう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 、なんか用土チンキを落としたような、そうそうそう、茶色というかね。うん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 、でも匂いはないよね。そうだね、うんうん、すごくいいお湯でした。お湯でした。温度も、うん、てかちょっとだけね、うん、ゆっくり入れるぐらいの温度です。そう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 、うん、とても入りやすいお風呂でした。うん、で料金も1人800円、うん、お安いと思いますね。はい、ただし混雑時には入れない場合返金しますという表示があったので、うん、時間帯選ばれたらいいかと思います。うん、はい、はい、なんかちょっとお食事も美味しそうでしたよ。はい、ぜひここはおすすめの温泉です。はい、そのボディシャンプーが売ってるので、うん、車にちょっとお金を取りに行って買ってきたいと思います。はい、買います。はい、買ってきました。ボディーソープ勝浦つるんつるん温泉。はい、これは温泉の成分が入ってるんだよね。そう書いてあるね。温泉源泉入りか。うん、源泉入りで洗い上がりの素肌はしっとりつるんつるん。はい、です。はい、じゃあこれから買い物をしたいので鴨川の方に向かいます。はい、崖観音に来ました。もう一回行きたかったんだ。今から登ります。崖の中に立ってます。上からの風景です。岩の上に立ってます。今日の予定は終了です。はい、これから宿泊地に向かいます。時間は40分ぐらいです。はい、行きましょう。はい、本日のお宿は道の駅小田小学校です。はい、ここは3度目になるかな。とても居心地のいい車中泊ができる道の駅なので、今回も利用させていただくことにしました。はい、感じです。
すごい。ありがとうございます。すごい。すごく。はい。何や。何や。よかったね。よかったね。男の子ですか？そうです。はい。ね、はい、よかった、よかった。車から。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご当地ビールがあったのでちょっと買いに行ってきます。はい、いらっしゃい。道の駅の中フラフラしてたらなんか面白い飲み物があったので買ってみました。カレーパン味サイダー、うん、飲んでみましょう。はい、飲んでみましょう。カレーパン味、うん、カレー味じゃなくてカレーパン味ということです、うん、あ、確かにカレーパンだ、うん、カレーパンだ飲んでみな。今ね、今ねじゃん、鴨川で買ってきた手羽焼き。どうやって食べようねかじる、かじる、あ、ナイフ。はい、今日のメインディッシュ、これが食べたくて、この石渡り、石渡チキンストアさんに行ってきました。バナナマンのグルメに3月中旬の頃に出てきて絶対食べたいと思って今回チェックしました。買った時はちょっと暖かかったんだけど今はもう冷めちゃいました。温めればきっと美味しいんだろうけど今日はこのままいただきます。鶏のもつ煮です。ちょっとほぐしてみますね。ほら、鶏の卵といろいろなもつだからいろいろ入ってるかも。はい、あ、ほら、美味しそう、ね、いただいてみたいと思います。ドレッシングを持ってくるの忘れたので急遽道の駅穂田小学校のところで買いました。落花生ドレッシング5枚入りです。これもここ道の駅で購入してきました。巨南ゴールデンエールです。お疲れ様です。変わった味だね。あ、本当ね、鋸南町の米を使用、うん、あ、米、うん、苦味を抑え甘みとほのかな酸味のあるエール。確かに、もちろんバクガとかねドイツカナダその他使ってるんだけどお米も使ってますね、うん、あと柚子がちょっと入ってるんだ。確かに、だから酸味かな、うん、私この卵好きなんだ。あ、逃げられる。うんうんうん、冷えてるけど美味しい。うん、好きだから。うん、ちょっと味付けがそこまで濃くない濃くない感じね。うん、ほんとしょっぱいかと思ったら、うん、優しい、美味しい。うん、鶏もつはね地元でもよく食べるんだけどちょっと違う感じかな味付けが。うんうん、うちで作るときなんかさ、玉ねぎ入れて、うん、玉ねぎからの甘みを出すじゃん。うんうんうん、で、生姜と、じゃないと、もつの臭みが出るから。うんうん、でもなんか、多分、チキンセンターっていうぐらいだから、うん、新鮮なんじゃないかな。うんうんうん、皮って、はい、普通入ってる？入ってない。だって、ね、もつのパックの中に、だよね。入ってないもん。うん、なんかちょっと珍しい。うん、まだね。
蚊は好きだからさ。そうだよね。うん。じゃあ手羽焼きもいただきます。あ、ちょっとこう燻製ではないんだろうけど、うん、いや手羽煮じゃないよね。手羽焼き、手羽、香ばしい感じがするよ。焼いてる、焼いてるよねこれね、うんうん、焦げてる、うんうんうん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった ね、 ったね。もつ煮美味しかったね。この後バナナのマッコリ飲んでゆっくりします。はい、おはようございます。3日目の朝です。今日は海を渡ります。東京湾フェリーへやってきました。マロンがまだ船に乗ったことがないので、北海道の予行演習としてフェリーに乗ってみたいと思います。今から神奈川に渡ります。車を止めました。今から乗船券を買ってきます。片道ですか？片道です。ドライバーさん覗いて何名ですか？覗いて1人です。はい、4,900円です。はい、すいません。前から、はい、5,100円のお返しです。はい、犬連れなんですけれども、入れ物入れていただくようなものはこっちですか？キャリーバッグ全部スポリがありますか？あ、はい、あ、そうしましたら、客室内も入れます。あ、はい、はい、出発、挑戦します。挑戦します。
そうでしょ。めっちゃ近いんだよ。釣り船がたくさん出てます。このトンビ優雅に飛んでるように見えますが、遠投狙ってますよ。もう富士山見えないの残念だね。向こう岸が見えてきました。あれ富士山じゃないの、あんな近いだけないの。あれ雲だよね。雲かな。これからカフェに向かいたいと思います。ここから20分ぐらいです。今日は雨かと思ってたのに少し晴れ間が見えてきました。よかった。三浦海岸ですね。ここは栗木テラス。やってきたのはクリフテラスさんです。三浦海岸にあるカフェです。今回は崖シリーズということで、笠森観音、崖観音、そして崖カフェでこちら来ました。こんな感じで、こんな崖の席もあります。こんなところ。いただきます。美味しそう。うん、この奥深い味は何の何の味。うん、おいしい。キノコのバター炒め、キノコの味なのかな。あ、美味しい。おいしいね。で、こっちがなんだっけ、なんだっけこれ。ミス、なんだっけ。いただきます。うん、ニンニクが美味しいね。うん、この耳のところ、うん、うん、すごいもちもちよね。うん、すごい美味しい。うん、まだ漬けからって感じですね。
城ヶ島公園にやってきました。音がさっきと違います。はい、海南の岩場では結婚式の前撮りかなと思う撮影や釣りをしている方もいらっしゃいます。風がものすごく強いです。はい、今日の最終目的地ドッグカフェアーセンプレイスさんに来ました。怖いって。行かないって言ってるわ。大丈夫かな。出ちゃった。ママ来たのね。来たね、よかったね。あ、サラ。仲間来た。サラ行くよ。サラ行くよ。あそこ入ってる。サラ、ちょっと待って、仲良ししてる今。でもそんなの言ってる時間ないから。全然いい。ハロー、おいで。あ、ね。いやだって。走りません。ママ。嫌です。寝た。寝ま。はい、横須賀パーキングエリアの方にやってきました。今日はここでロング休憩させてもらいたいと思います。横須賀市内で、食事を取ろうと思ったんですけれども。近くにパーキングがなくって遠いパーキングにマロンを置いたまま食事するのはちょっとまずいかなと思って、こちらの方でおし、食事をさせていただきたいと思います。今から行ってきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、なんかパキフライ定食いろいろあるの。すごい美味しそうだし、何にしよう。あ、すごいすごいすごい。これ選んでから行かないと食券買うんだよね。横須賀海軍カレーとサザエ卵とじとすごい肝すごいね。こんなのがついてる。はい、じゃあいただきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。普通のカレーじゃない。甘いカレー。うん。素材が入ってる。素材の薄麦で。素材のコリコリもね。甘いけど辛い。サザエの肝も入ってます。ごちそうさまでした。はい、渚橋コーヒーさんにやってきました。こちらで朝食を食べたいと思います。はい、はい、ドッグテラスの方に行ってみます。メニューたくさんあるんで、ちょっと乗りたいと思います。
ファルコン。マロンは眠そうです。はい、これがフレンチトーストモーニングです。はい、こちらがスープトーストモーニング。かぼちゃかな。じゃあいただきます。はい、食べてる。美味しい。おいしいパンだからいいね。うん。しまい。はい、渚橋コーヒー店でモーニングいただきました。はい、ここから鎌倉の大仏の方に向かいたいと思います。だいたい10分ぐらいです。研修かな、なんかみんな同じ格好してるから買ってきました。はい、鶴岡八幡宮に向かってます。湘南モノレールに乗りたいと思います。1日フリー切符っていうのがあるので、それを購入いたしました。はい、それとワンちゃんは、こんな感じで、ワンちゃんならオーケーなんですけども、お手回り品ということでこういうものが必要です。片道280円、これを降りた時に改札に渡すそうです。
忘れ物ございませんようお知らせください。江ノ島です。今回の旅は以上になります。いかがでしたか？半島を船で渡ったり、おしゃれなカフェや軍艦の広場、絶叫系のモノレールなど、三浦半島から鎌倉のエリアはまるでテーマパークのようなところでした。さて、今回の3泊4日の旅で分かったことがあります。それはゴミ問題です。車内で食事をする機会が多かったせいもあるのですが、かなりの量のゴミが出ました。コンビニの大きい袋で2袋ぐらいです。この車は収納するスペースが少ないので、ほぼ限界な感じです。また匂いもしていました。 RV パークはゴミを回収してくれるのですが、今回は1泊目だったので利用しませんでした。長期の車中泊の時は3、4日に1回利用すると快適な車中泊ができると思いました。また車中泊場所としては今回3種類の施設を利用しました。 RV パークと道の駅は問題なかったのですが、高速道路では場所によってはアイドリングが気になるパーキングエリアがあることが分かりました。事前に航空写真や口コミなどを確認しておく必要があると感じました。北海道旅行の際にフェリーに乗る予定ですが、マロンがまだフェリーに乗ったことがないので、今回試験的に使ってみました。マロンは落ち着いて乗れていたので問題はなさそうですが、マロンのストレスを考えるとできるだけ短いルートにしてあげたいと思いました。今回の3泊4日車中泊の旅にかかった費用を宿泊費、交通費、食費、その他に分けて紹介したいと思います。まずは宿泊費です。1泊目は RV パーク七里川、一区画2000円からです。電源の使用料が料金に含まれていて、温泉も隣接、また無料のドッグランもついてます。電源がついていて2000円というのはかなりお安いと思います。2泊目は道の駅保田小学校、こちらは使用料はかかりませんが、椅子テーブルを出さない、車外でバーベキュー行為をしないなど、基本的なマナーを守りましょう。3泊目は横須賀パーキングエリアです。こちらも道の駅と同様ですが、基本的なマナーを守りましょう。場所によってはアイドリングの音が気になるところもあるので、事前に口コミなどで調べておくといいかもしれません。次に交通費です。高速道路は行き2530円、帰り5090円、有料道路100円でした。休日割が効いていないため多少割高になっていると思います。ガソリン代は走行距離 593.8km、 使用燃料 52.2リットル、ガソリン代は9678円でした。次は食費です。初日はパーキングエリアで買った昼の弁当1568円と、道の駅で買った鯉の甘煮950円でした。2日目はコンビニで買った朝食などが2782円、勝浦担々麺が1870円、石綿チキンストアで買った鶏のもつ煮などが570円、道の駅保田小学校で買った飲み物などが1500円でした。3日目はカフェクリフテラスのピザが4900円、ドッグランアーセンプレイスのドリンク代が1770円、パーキングエリアの夕食が1930円、他に飲み物などで
640円です。カフェの食事でプチ贅沢している分、他の食事で節約している感じですかね。4日目は、渚橋コーヒーのモーニングが2180円、コンビニで買った昼食が1169円などです。最後にその他として、入浴料3900円、缶コーヒー8320円、お土産代1080円などでした。さて総額は宿泊費2000円、交通費が1万7398円、食費が2万3139円、その他1万9456円、総額は6万1993円でした。1日1万5000円ぐらいかかった計算ですね。もう少し節約できるか考えたいと思います。そして NV200 の燃費ですが、高速道路での給油が 43.3 リットル、自宅近くのガソリンスタンドで 8.9 リットル、合計 52.2 リットルでした。走行距離は 593.8km なので、燃費は1リットルあたり 11.4km になりました。